こんにちは、平石紗衣子です。今年も残すところあとわずかとなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は3回目の接種に向けた準備が進められている新型コロナワクチン接種の最新情報をお伝えします。また後半では11月9日三鷹駅前にオープンした市民参加のための新しい活動拠点、まちこいに関する話題を。番組の最後には河村市長のメッセージもお届けしますので、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それでは初めに新型コロナワクチン接種の最新情報です。日本では現在までに国民のおよそ 76.9% が必要な回数の接種を終えており、接種率は世界でも上位に位置しています。しかしながら海外ではワクチン接種が進んでいる国でもここへ来て感染が再拡大しており、ワクチンによる予防効果を再び高めるため、3回目の接種を進める動きが加速しています。日本でも第6波の発生に備えて、このほど3回目の接種を行うことが決定し、現在各自治体で医療従事者などを対象とした追加接種が始まっています。そこで今回は新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局の山口課長に、三鷹市のワクチン接種の状況や3回目の接種の概要などをいろいろと伺っていきたいと思います。山口課長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日本ではワクチン接種もかなり進んで感染状況も落ち着いていますが、海外では最近また感染者が増え始めている国もあるようですね。そうですね。日本では現在のところ感染状況が比較的落ち着いてはいるものの、過去の感染の波や海外の状況などを考えると第6波への備えを今のうちにしっかりと進めていくことが大切だと思います。こちらは三鷹市の感染者数を示したグラフですが、第5波にあたる7月の下旬頃から9月上旬頃にかけて最も多く、医療体制が逼迫する事態となりました。そうですね。やはり第6波への備えは必要なようですね。その要となるのがワクチン接種といえますが、三鷹市の接種状況は現在どのようになっているのでしょうか。はい、三鷹市ではすでに 80% を超える市民の方が2回目の接種を完了しております。現在市の集団接種は終了していますが、約20カ所の病院や診療所で1回目、2回目の接種を受けることができます。また予約でお困りの方に支援を行っておりますので、お気軽に市のコールセンターまでご相談ください。はい、わかりました。1回目、2回目の接種は病院や診療所で受けられるということですね。ところで追加接種についてはどのように行われるのか、概要を教えていただけますか。はい、わかりました。まず接種の対象ですが、これは2回目の接種を終えてから8ヶ月以上経過した方となります。18歳以上の方を対象として実施しますが、接種は強制ではありません。接種の回数は1回で自己負担はありません。次に接種の手続きについてです。接種が可能になるおおむね2週間前に皆様のお手元に届くよう、市から接種券を送付いたします。接種券が届きましたら予約は可能となりますが、接種は2回目の接種から8ヶ月経過した後となります。予約の方法については1回目、2回目と同じく市の予約サイト、もしくは市のコールセンターで受け付ける予定です。接種の会場についてですが、元気創造プラザを会場とした集団接種と病院や診療所での個別接種を実施する予定です。詳細が決まりましたら広報三鷹と市のホームページでお知らせいたします。はい、わかりました。接種の方法や予約の仕方などは前回とほぼ同じ流れになりそうですね。その他接種に関して注意点などありましたらお願いします。はい、
一つご注意いただきたいのが、2回目の接種を他の自治体で受けた後に三鷹市へ転入された方についてです。2回目の接種を他の自治体で受けた後、三鷹市に転入された場合、接種履歴届という書類を市役所にご提出いただかないと、3回目の接種券を送付することができません。該当する方は、電子申請サービスか郵送でご提出をお願いいたします。接種履歴届の様式は市のホームページでダウンロードできます。なおですね、2回目の接種を受けた日に三鷹市にお住まいだった方は提出いただく必要はございません。なるほど、わかりました。では引き続き今回の接種に関していくつかお伺いしていきたいと思いますが、まずなぜ追加接種が必要であるのか、そして2回目の接種から8ヶ月以上経過してからというタイミングについてお聞かせいただけますか。はい、新型コロナウイルスワクチンでございますが、こちらのですね、感染予防効果は時間の経過とともに低下すること、また高齢者の方においては重症化予防効果においても時間の経過とともに低下することが報告されています。このためですね、追加接種を行うことで感染予防効果や重症化予防効果を高めます。次に接種間隔についてですが、海外の状況やワクチンの効果の持続期間の知見を踏まえまして、国がですね、2回目の接種から8ヶ月以上としています。なるほど。そのタイミングで追加接種をすることで感染予防効果を維持していくということなんですね。では次に伺いたいのは、前回の接種でも話題となった副反応についてですが、やはり3回目の接種でも副反応は出てしまうのでしょうか。はい、副反応についてはですね、厚生労働省によれば、ファイザー社のワクチンの場合、2回目の接種と比較して副反応はおおむね同程度であることが確認されているとのことです。なおですね、リンパ節の腫れが1回目2回目と比べて発現しやすい傾向にありますが、ほとんどの場合が軽度であり、また短期間で治っているとのことです。そうなんですね、わかりました。今はまだ第6波の到来も心配されている状況ですが、3回目の接種が始まればだいぶ様子も変わってきそうですね。そうですね、現在は感染が落ち着いていますが、まだまだ予断を許さない状況です。今後はこの状況を維持しつつ、追加接種を円滑に、そして安全に実施することで、安心して日常を過ごせる日が近づいてくるのではないでしょうか。なんだか少し明るい兆しが見えてきた気がしてほっとしました。山口課長、本日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。三鷹市の新型コロナワクチン接種に関する最新情報は、三鷹市ホームページと公式ツイッターで随時発信していますので、ぜひご確認ください。またワクチン接種に関するお問い合わせは、三鷹市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまでどうぞ。それでは続いて、先月三鷹駅前にオープンした市民参加のための新しい活動拠点、まちこいに関する話題です。令和5年度に予定されている三鷹市基本構想の改正や、翌年の基本計画の策定にあたり、町の声を聞き、政策提案を行うため、公募で選ばれた市民を中心とした市民参加で町づくり協議会が設立され、10月には設立総会が行われました。この町声は、その活動拠点として開設されたものです。今回はこの町声の紹介 VTR をご覧いただきましょう。
皆さんこんにちは。三鷹市長の河村隆です。今日も皆さんに3つニュースをお届けします。1つ目は市税等のキャッシュレス納付システムの導入についてでございます。新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策と市民の皆さんの利便性向上のためにキャッシュレス納付システムを来年4月から導入するための準備を進めます。これによりPayPayや LINEPay などのキャッシュレス決済を利用して市税をはじめ保育料や学童保育所の育成料などもキャッシュレスで納付できるようになります。2つ目です。待機児童解消に向けた施設の開設でございます。市内では学童保育所の入所希望者が増加する傾向にありまして、特に2床と井口床、5床中原床で待機児童数が多くなっているため、来年4月の受け入れに向けて学校教室を活用した学童保育所分室をそれぞれに設置します。これにより該当区域の待機児童はゼロになる見込みでございます。また保育所の待機児童につきましては、今年3月まで認証保育所だった施設跡地を活用いたしまして、定期利用保育施設を新設することになっています。認可保育園などに入所できなかった1、2歳児を対象に受け皿を確保いたします。3つ目でございます。吉村明さんの書斎の整備状況についてでございます。小説家の故吉村明氏は三鷹市に在住し、歴史小説家として戦艦武蔵、あるいは破獄など数多くの小説を世に送り出してきております。三鷹市では市ゆかりの文学者である吉村明氏を顕彰するため、作家吉村明さんの執筆活動の作品を身近に感じることができる施設として実際に使われていた書斎を移設し、展示機能を付加した施設として令和5年度中に開設したいということで整備を進めています。これにつきましては設計費用やレプリカの製作、工事費用について全国から寄付を募るため、来年3月までにクラウドファンディングを開始する予定でございます。よろしくお願いします。以上です。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、さまざまな場面で新型コロナに翻弄された2021年、コロナと共存する日々にもすっかり慣れてきましたが、まだまだ気は抜けませんね。寒くなってきたので、感染対策と合わせて体調管理も万全にして、どうぞ良いお年をお迎えください。それではまた次回のみるみる三鷹新春号をどうぞお楽しみに。